浅瀬横断っていうそのまあ救助方法の一つで、まあ、流れがこう速いって言ってもそのパドルを使って人数を集めてこうしっかりとしたこのやり方をすればこの流れに対して給水の中でも救助に行ける。三角形のちょうど真後ろがめちゃめちゃ水流がなくなるんで中津に取り残された人とかをそこに入れて戻ってくるにはもうこれが一番負担なく給水のこの安全の講習で僕らがやってるのはその実技だけじゃなくて座学もやってて川がどういうふうに流れてるのかとかもし流されてしまったらどうするかということを、まあ、知識として知っておくということと、まあ、どれぐらいこう川の中が歩きにくいのかとか、まあ、そういったのも含めて知ってるのと知ってないのとでは、まあ、災害が起こった時で僕らはもちろん安全に活動するためにこれやってるのでとはいえ絶対はない中で、まあ、自分たちがもし流されてしまったらどう自分の身を守るかそれから自分のチームの仲間が流されてしまった時にどう助けるかということを万が一を考えて、まあ、この訓練をしている。助けてくれ。この川って、まあ、うちも子供いて結構遊びに来ますけど割とこう、まあ、見ていて楽しそうなところでも、まあ、危険が潜んでたりしますし、まあ、川に行った時本当にその、まあ、川の危険というのをしっかり知った上で、まあ、子供にはライフジャケットつけるとか、まあ、そういったこの、まあ、危険を知って遊ぶっていうのは、まあ、これからね遊びに行く人たちも多いと思いますけども、まあ、そういうのをしっかり心がけるべきかなと。自分流されてる時笛吹いてくれた人いたんですか？いなかった。だからそこなんですよ、はいはいはい、笛吹けば笛ピーピーピーって鳴ってれば誰かいるって溺れてる人なんで、それをやっぱ向かせなきゃいけない。何でもいいからじゃないとロープ投げてることにも気づかない。毎年これやってて僕たち水害の時は水没した病院とか高齢者福祉施設とか避難所とか、まあ、やっぱりボートに乗らないといけないところも結構今まで経験してきたんですよ。でそういう時にやっぱりちゃんとこういう装備つけてで万が一ボートから落ちた時もしくは誰かが落ちたらそれ助けれるようなそういう技術っていうのは絶対必要だと思ってて、まあ、それはやっぱりでもトレーニングしないと普通に病院で働いてたら絶対できないので、まあ、その訓練をやってます。でも水害って地震とは違ってなんか来そうだなっていうのはやっぱり予報とかで分かるんでやっぱりこう準備はしてほしいなって思います。まあ、いざ本当に災害起きてしまったら必ず僕たちも行くしいろんな DMAT とか消防とか警察とかいろんな人が助けには来てくれるんですけど救助する側とか支援する側が頑張るだけで未治療症をなくすっていうのは無理なので、でもまずはそういう状況に自分が陥らないっていうことが一番なので市民の一人一人が本当に防災意識がすごく高くなれば未治療症っていうのは限りなくゼロに近づいていくんじゃないかなとは思います。最後までご覧いただきありがとうございました。一人でも多くの人を救うためにチャンネル登録もよろしくお願いします。